見えるところに、見えるところに行ってください。見えるところに。今から記憶練習になりますが、この後の練習会、お試合に向けて若干体を動かすぐらいのイメージで、よろしいんじゃないかと思います。気合を入れてやりましょう。気合を入れて。で、もう一つは、大きくいきましょう。通常、試合は鋭い技で勝負になるんですけども、今日のこの基本練習会は大技に行きましょう。大技で。で、最初、面をつけてですね、三挙動の正面、これは大学、国士舘大学でも、大野総一郎先生が取り入れてやってるんですが、三挙動の正面、構えた時の左拳は、まあ、人拳っていうんです。人拳半ぐらいの状態を作って、振りかぶる。振りかぶった位置も大体人拳半ぐらいです。肩、肘、手首、手の内、キュッと、ここを使って大きく振ります。これが三挙動の正面。こちらでボレーをかけます。1下腹にグッと力を入れて1、2、このぐらいですね。で3で戻ります。この時も目の前にきちっと相手を想定して、その相手に対して1、2、3、このぐらいの緊張感を持って、これを目をつけてますよ。3挙動の正面で、今度は1挙動ですね。1挙動、今度は左足の蹴り出しを意識して1秒して1、戻ります2、戻ります3、戻ります、この時も同じように相手を想定して、はい、これが1ですね。1、引き先が寝ないように、ここに薬指を緩めないようにして、はい、2番目、はい、2で正面参ります。はい、2、2番の声ではダメ、もう一回戻りましょう。1番の今日の狙いですね、しっかり腹から声を出す。はい、1、はい、2、いいですね。3で戻ることができます。目の前にきちっと相手を想定した状態、まだ構えてきました。目の前を相手を想定して、もっと声が出るか。3でやるといいくらい。はい、1、はい、2、正面を打つんですけれども、相手の顎ぐらいまで切るイメージです。今度は1って言ったら、で元に1を打ます。はい、中段の構え、しっかり声出して、1、顔の中心の顔の中心、顎ぐらいまで実際が構え、はい、2、三挙の方を注目してください。よろしいですね。またちょっとやっぱりもう一つ気を上げてもいいかなということと、一番最初に話した通り、気の勢いと、あとは大技でいきましょうということですので、振りかぶりをちょっと確認します。振りかぶりです。どうしても切り返しになった時には、この左手が落ちてきて、自分の視界に入るくらいの左手になってますので、大技でいきましょう。今日は大技で。左手が中段の構えを、正面に向けて中段の構えを取っています。こう振りかぶっていくと、左拳がこう消える瞬間があるので、そこまで振りかぶります。で、その状態から、左右面です。相手の左面はおおむねこめかみから上の部分、右45度でいきます。右45度、いいですか。右45度、そのまま止めておいてます、止めておいてます。で、左拳が中心から動かないようにして振りかぶって、ここちょっとポイントなんですけれども、相手の右面を打つとき、ここの手の内の端にがいけるように、はい、45度、これの繰り返しですね。はい、1、立たないで相手のこの竹刀を打ってるって、竹刀じゃなくて相手の左右面、その先の面を打つね、面を打つっていうようなイメージで、もう一回りいきますか。もう一回り、はい、構えて、はい、始め。
ように急ぐことはありませんので、しっかり構えを作る、で気を高める、攻め崩す、で大きく振りかぶって勝利、これを5本決める。ありがとうございました。はい、では選手の皆さん、先ほど